非常階段で、日本の旭日旗がそのまま露出して議論が起きている。6日に放送されたジトブク、異常会談では、各国の異色オークションを紹介するコーナーを放送した。特に拓也は日本で販売されているマグロについて紹介した。彼は東京の築地市場で行われたオークションでマグロが4150万ウォンに売れた。日本ではマグロのオークション雰囲気で漁業景気を予測すると述べた。これと共に紹介された日本の放送資料画面には、マグロの市場の現場が紹介されたが、マグロに貼られた日本の旭日旗がそのまま露出され、ネチズンたちは制作陣の不注意を指摘した。これに対してジトブク側は、旭日旗の放送と関連して確認中だ、と明らかにした。旭日旗は日本の日の丸の赤、太陽の周りに朝日が広がっていく形をなお継承化した日本の軍旗だ。第二次世界大戦までの日本の陸軍と海軍で軍旗として使用され、君が代と一緒に日本軍国主義を象徴する。ありがとうございました。